グランオルグに行くんだってな。今度ばかりはやばいんじゃねえのか。敵の本拠地だぞ。それは分かっている。いや、どうだかな。敵の顔ぶれを考えてもみろ。女王プロテアの側近でグランオルグを支えていると言われているあの二人、ディアスとセルバか。グランオルグ軍きっての行動派として知られる宮廷騎士ディアスと、奴を背後から支え議会を握っている知性派セルバン伯爵、ついでにディアスの右腕と言われる死神パロミデスも嫌がる。グランオルグに行くってのはこの連中の懐に飛び込むってことだ。死ぬ気でなけりゃできるもんじゃないぜ。連中と戦うと決まったわけじゃない。だが戦わないとも言い切れないだろう。もしそうなったらいくらお前でも。俺はいつも危険な任務をこなしてきた。だが死ぬつもりでやったことは一度もない。捨て駒にならないと約束できるのか。なあストック、いつまでハイスの元にいるつもりなんだ。奴の考えはわからねえ。軍ともしばしば揉めてるみたいだしな。心配なんだよ、お前が奴に利用されてるんじゃないかって。悪いことは言わん、軍に戻ってこいよ。前みたいに一緒にやろうぜ。俺がハイスに利用されていたとして、その判断をするのは俺自身だ。お前じゃない。それに軍も情報部も同じだ。アリステルのために俺は与えられた仕事をする。それだけだ。行き先が七でもか。ロシュ、どうしてそんなにこだわる。お前だって軍人ならわかるはずだ。ああ、わかってるさ。だがな、この前のラズビル宮殿の任務でお前は死にかけただろう。お前に死の気配を感じた俺の勘が危うく的中するところだった。次は本当に的中するかもしれないぜ。くそ、これだけ言ってるのに。やめましょう、ロッシュ。ソニアか。悪いが口を挟むな。これは俺とこいつとの。あなたが一方的に心配を押し付けている。私にはそう見えますよ。チッ、お前はいちいち言いたいところを突き上がる。私だって本当はストックが心配だけれど。おい、話はまだ終わった。心配してくれることには本当に感謝する。だが俺は死にに行くつもりはない。この国に必要なことをやりに行くだけだ。うまいこと言ったつもりかよ。その言葉信じるからな。ああ。まったく、なんだってこんな因果な商売やってるんだろうな。そういう風にしか生きられないのよ。あなたも彼もね。戻ってきましたね、ストック。あなたは友人とは異なる道を選びました。でも彼とあなたの道はまたどこかで結ばれる。私はそんな気がします。さあ、白紙録に新しい章を加えましょう。